香港で民主主義者50人以上逮捕6日の集会を前に人で埋め尽くされるワシントン DC 国会議員は地下通路使用を進められるトランプ大統領フェイクニュースに反論副大統領に行動を起こすよう呼びかけトランプ大統領中国の8つのアプリを禁止 FTSE ラッセル中京企業3社を世界指数から除外 香港の民主派は昨年予定されていた立法会選挙の前夜に予備選を行いましたその目的は半数以上の議席35議席以上の確保を目指すことでした当時香港国安法が差し迫っていたにもかかわらず61万人近くが投票しましたが 立法会選挙は最終的に香港政府により疫状を理由に無期限延期となりましたしかし中共政権による粛清行動はいまだに停止しておらずさらにアメリカが議会合同会議を前に混乱の渦中にあることを利用して火事場泥棒を働きました昨日1月6日早朝警察内に設置された国案書は国家安全法に基づく国家政権転覆の容疑で 50人以上の予備選候補者、主催者、推進者を逮捕しましたこれは中共が同安全法を強制的に施行して以来過去最大規模の逮捕行動となります逮捕者数はすでに過去半年間の数を上回っています逮捕された一人である元老区の御健議,議員は自身の Facebook で逮捕される過程をライブ配信しました 同議員を逮捕した重大事件捜査隊の刑事はこう公言しましたご建议議員は政府の財政予算や議案を拒否して行政長官を辞任に追い込むことを目的に2020年中に35人以上の予備選当選者を立法会議会に送り込む35プラス国民投票と呼ばれる予備選活動に参加した関連する行為の目的は 帝氏が貧乏日報をはじめとする各大手メディアで提唱したランチャオ香港10ステップ計画を実現し政府機関が法律に基づきその職能を履行することを厳しく妨害し阻止し破壊したため国家安全法第22条第3項に違反した。 現在服役中で元香港州市事務局長の甲志法氏のフェイスブック編集者は昨日の朝国安署の警察官が国安法違反の疑いがあるとして江志峰氏の自宅を1時間30分近く捜索したと投稿しました香港民意研究所の趙健化副行政総裁は昨日の朝商業電台のインタビューの中で 自分にも警察から電話がかかってきたことを明らかにし捜査に協力してほしいと言われ住所を尋ねられたといいます翔剣家副行政総裁は今日7日捜査協力のために警察本部を訪ねると示しました翔剣家氏は貧化日報からの問い合わせに対して全ての予備選候補者は参戦した際ただ予備選の結果を遵守すると約束しただけで 予備船プラットフォームは彼らに太陽停止氏のランチャオ・香港コン10ステップに対して態度を表明するよう要求していないと強調し警察のやり方は非常に馬鹿げていると疑問を呈しました趙健化氏は香港民意研究所は予備選後すでにすべての情報を破棄していることを強調し市民にあまり心配しすぎないよう伝えました また昨日の午前9時ごろには国安署の私服警官数名が貧乏日報、立場新聞および独立媒体のオフィスに訪れ裁判所の特定の文書を要求する令状を手渡し担当者や職員にサインを求めたといいます裁判所の令状では7日以内に国家安全法関連事件の文書をメディアに提出するよう求めていましたが 令状は内容の開示を禁じていたため立場新聞は弁護士の意見を聞くまでさらに多くの詳細を公表できないと示しました民主派の予備選から突然辞退してイギリスに亡命し現在は国家安全法により指名手配されている香港州市元党首のネイサン・ロウ氏もフェイスブックの投稿で予備選参加を国家政権転覆に等しいというのはいかに狂った判断なのかと非難しました 同志はまた最高裁の馬道立首席裁判官が5日香港にはまだ放置がある香港人は国家安全法に適用する必要があると示したことに触れどのように適用するのかと疑問を呈しました老師はさらに国家安全法による政治的自由と言論の自由への弾圧がすでにレベルアップしたとし 国家安全法のために弁護するいかなる者も,も皆香港人の敵だと述べ、香港人にこの恨みを忘れないようにと呼びかけました。また民主派の予備選に出馬し、後に海外に亡命した元香港大学国際事務代表団の張根陽報道官も記事を投稿し、今回の事件は香港版ビレー島事件だと表し、 逮捕の時期がちょうどアメリカ大統領選の認証日であることを指摘し、明らかに中国共産党はアメリカ社会が内政で忙しい中、再び大々的な動きをして国際社会からの注目を避けようとしていると述べました。調子はまた今回の逮捕者には伝統的な民主派政党や地元の抵抗派だけでなく、 九龍西予備選に初めて立候補した少数民族ソーシャルワーカーのアンドリュー氏も含まれているとしこれは政府が香港の民主派を根こそぎ取り除き彼らの出入国の自由今後の発言と行動の空間を制限しようとしていることを示していると指摘しました国安署が国家安全法を利用して民主派の予備選関係者を大量に逮捕している中 香港政府内では逆の見方をしています行政会議メンバーであるベテラン弁護士のロニー・トン氏は当面の間民主派の予備選がいかに国家安全法に違反したか見当たらないと指摘しました香港警察の大規模逮捕は国際世論から非難されています170人以上の国会議員で構成される対中政策に関する列国議会連盟は声明を発表し 中共と香港当局が香港に残されたわずかな自治、自由、法治を破壊していると非難するとともに、全世界の民主国家に国連で中共に対して経済制裁を科す行動を起こすことを要求しました。台湾の民進党は声明を発表し、香港はすでに中共の赤いテロに全面的に覆われた、先行きが心配だと指摘しました。 民進党は中共が放置を盾に非道な統治を行っていることを非難し中共に市民社会を弾圧する全体主義的な行為をやめるよう呼びかけました台湾大陸委員会副委員長の旧崔章氏は香港国安法は国家政権転覆罪で民主人種を打撃することが多く香港を東方名手から衝撃的な東方連国に変えていると批判しました 多くの評論では政府が今国安法をもって全面的に香港民主勢力を弾圧していることはアメリカが混乱の渦中にあることと関連していると指摘していますそのアメリカでは東部時間の1月6日日本時間1月7日に上下両院の合同会議で2020年大統領選の選挙人投票による結果が認証される予定になっていますが 多くの不正行為が検挙されることで十数名の上院議員と多くの下院議員が異議を申し立てる予定になっていますこれまでトランプ大統領はツイッターで支持者に対して6日の抗議集会に出るよう呼びかけており自身も集会に参加すると表明し多くの選挙不正の根拠を公表すると話していました6日の集会が近づくにつれ多くのトランプ支持者がワシントンに向かいツイッターには多くの写真がアップされ 5日の時点で自由広場フリーダムプラザはすでに祖国のために祈る人々で埋め尽くされている状態でしたまたワシントンに向かうトランプ支持者たちが乗る飛行機で国家を大合唱する映像もツイッターにアップされバイデン集会の凋落ぶりと対照的だと嘆く人も少なくありません集会への参加者が続々とワシントンに入りましたが6日には自由広場議会議事堂前ホワイトハウス前 および最高裁判所前でパレードと集会が予定され、いずれも空前の規模が予想されることもあり、下院警備隊が議員に対して当日、地下通路を使用するよう要請している模様です。国会で選挙人投票結果が認証されようとする中、前日の5日、ニューヨーク・タイムズ紙の記事では、ペンス副大統領がトランプ大統領に対して、選挙結果が阻止できないと伝えたとの内容が掲載されました。 トランプ大統領は記事に対ししして即時フェイクニュースと非難する内容を公表しましたトランプ大統領は声明でニューヨーク・タイムズ紙にあったペンス副大統領が私に話したという内容の記事はフェイクニュースだペンス氏はそんなことを話したことがないし私もペンス氏も副大統領に行動をとる権利があると思っていると記しました声明ではトランプ大統領がさらに 米国憲法により副大統領には幾通りの選択肢がある選挙結果を認定せず問題ある州に再確認と再認証をさせることができれば腐敗および不正が行われた州の選挙結果を取り消した上下院に対して各州1票の方法で結果を認証させることもできると付け加えました。 1>, 1月4日、トランプ大統領はジョージア州での選挙応援に駆けつけた際、ペンス副大統領に1月6日に選挙人票を集計するときに立ち向かってほしいと示し、ペンスにはこの難関を乗り切る手助けをしてもらいたい。みんなに伝えなければならない。優れた副大統領が難関を乗り越える手助けをしてくれると願っている。彼は素晴らしい人だと表しました。 ペンス氏は4日のジョージア州の選挙集会で1月6日の選挙人票に対する反対意見を聞くことを承諾しました。同氏は次のように述べました。私たちが皆大統領選に疑問を持っていると知っている。私は何百万人ものアメリカ人と同様に投票の違法を懸念していると保証する。今週の水曜日に議会で反対意見と証言を聞くことを保証する。 ジジョージア州の上院議員は、英示大期限に、現在約16人から18人の衆議院が、ペンス副大統領に対し、選挙人投票の集計を10日から12日遅らせるよう求める書簡に署名したと述べましたペンシルベニア州、ウィスコンシン州、アリゾナ州の上院議員はまた、投票数の遅延を求める書簡をペンス氏に書いているといいます。トランプ陣営のエリス弁護士もいつかそれを止めよう マイク・ペンス氏は神を信じ、憲法に忠実で尊敬される人だとツイートしました集計によると現在13人の共和党上院議員と少なくとも55人の共和党下院議員が1月6日の選挙人票に挑戦すると示しています次のニュースですトランプ大統領は中国の8つのアプリをブロックすることで再び中国共産党に打撃を加えました トランプ大統領は1月5日、中国企業が開発、または管理するアプリやその他のソフトウェアによってもたらされる脅威への対処と題する大統領令に署名し、以下の8つの中国製アプリと取引を禁止しました。アリペイ、キャムスキャナー、QQ ウォレット、シェアイット、テンセント QQ、V メイト、WeChat Pay、WPS オフィスが含まれます。 ロイター通信によるとトランプ政権のこの動きは中国製アプリのアメリカ人への脅威特に機密データ分野での脅威を抑制するためだと報じましたアントグループ参加のアリペイは10億人以上のユーザーを抱えていますがアメリカ政府はアメリカの購入者がアリペイで商品を購入した場合彼らの身元や個人情報が収集される可能性があると懸念していますトランプ大統領は大統領令の中で これらのアプリはユーザーの個人情報を得ることが許されるだけでなく、中共政府が連邦政府の職員や、請負い業者の居場所を追跡したり、個人情報でプロフィールを作成したりすることも可能だと述べています。大統領令では、商務省がどの取引を禁止するか決定するよう求められており、商務省は45日以内に行動を起こすことになっています。 しかしアメリカ政府関係者はロイターに対し商務省は1月20日までに措置を講じる予定だととろしましたトランプ政権は以前から中国のアプリがもたらす脅威を警戒していましたトランプ大統領は昨年8月にも WeChat と海外版 TikTok を禁止する2つの大統領令を出していますトランプ大統領は WeChat と TikTok がスパイウェアであることを直言していました最後のニュースです 昨年12月31日、ニューヨーク証券取引所が中国移動通信、中国電信、中国連通など中国の三大通信事業者の上場廃止手続きを開始したと発表したことを受け、イギリスインデックス投資会社の FTSE ラッセルは4日、1月7日から中国企業3社を世界の株式指数から除外すると発表しました。FTSE ラッセルは声明の中で、 これらの企業をアメリカトランプ政権の軍事的背景を持つ中国企業への投資を禁止する大統領令と参照し、審査を経た後、一部の中国企業をグローバル指数から削除したと述べました。同声明によると、中国連通、チャイナユニコムと中心国際修正電路製造、SMIC、南京ションマオ電子、パンダエレクトロニクスが、